ん？この辺りは確かナルトのやつと。少し寄り道でもしていくか。長かった修行も終わりが見えてきたな。よくここまで諦めずに耐え抜いたの。へっ、俺ん中に諦めるなんて言葉はないってばよ。ふでは本当に諦めることがないか。お、それが今日の修行？そうだ、別に小難しいものではない。これわしとお前の一対一の真剣勝負。身についたもの全てをわしに。俺の身についたものか。ただし今回はわしも本気で行く。生半可な力じゃ軽くひねられると思え。へっ、エロ仙人こそ俺の力見てビビんじゃねえぜ。その意気だ。それじゃあ始めるかの。行くぜエロ仙人。さてどの程度になったかの。部分はあるが確実に強くなっている。それにまだだ、まだ終わってねえ。この精神力、そして諦めないど根性。エロ仙人、もう一勝負だってばよ。いや、ここまでだ。お前の力はよくわかった。俺ってば、まだやれる。やられっぱなしってのは気が済まねえ。エロ仙人。なんだよ、いきなり笑ってさ。どうやら、しっかり受け継がれているようだの。は？何の話だってばよ。いや、なんでもない。こちらの話だ。ん？あの時の目、そして筋金入りの根性。まったく親子揃ってそういうところは似ておるの。さてそろそろ行くかの。天地教はもう少しといったところか。いよいよだの。
ここからだ。このチャクラの感じどうする？考えるまでもないだろう。俺の障害となるものは全て消す。それじゃあ、ああ、準備してくる。その間は任せるぞ、コナン。わかった。潜入成功だの。雨が暮れか。どうにもあいつらを思い出してしまうな。あれはまだ第二次臨海大戦が終わりの見えぬトンネルの中にあった。わしと綱で、そしてオロチマルは雨隠れとの戦争に参戦。あの三人に出会った。ヤヒコ、コナン、そしてナガト。三人とも親を戦争で亡くした孤児で、その三人を不憫に思ったわしは、せめて自立ができるまで面倒を見ることにした。同じ屋根の下での束の間の安らぎ、戦火の爪痕が残る雨隠れであっても、三人は少しずつたくましく成長していった。わしも今になって思えば、なかなかに楽しいひとときを過ごそれから数年、三人はいくつかの紛争で名を打ったが、その後死んだと風の噂で聞いた。こういう世の中だ。仕方ないのだろうが。といかんな。今は物思いにふける時ではない。わしはわしにできることをやらねば、つなれにもあの三人にも笑われてしまう。よし、始めるかのう。